カエリンゴの仲良し女子旅 in 香港タイガーホーやったやさゆりんごさん、香港に来ていましたよ。香港でも可愛いさゆりんご。はい、香港に来たことはありますか？捨てないでください。いや、まだ捨ててないです。今今様子見をしてるところです。自分は初めてなんですけれども、ちなみに何回目ですか？多分2回目か3回目まあ2回目っていうことは定かですね。2回か3回なら覚えておいてほしいですね。もっと頼りになりそうな人がいたらいいんだけどな。ディズニーに詳しいイメージがあるんですけど、はい、香港も詳しいんですか？香港大好きで、香港グルメが本当に好きなので、いっぱい美味しいところ行きましょう。やったー、はい、行きたーい。香港、お店があります。はい、あちらです。おー、めちゃくちゃ行列してる。すごい行列。何屋さん？エッグタルトのお店です。エッグタルト、香港といえば、はい、エッグタルト。はい、オープン。うわー、美味しそう。すげー、あったか、つやつやです。いただきます。うまっ。ふわふわトロトロです。わー、中の卵が熱々で、うん、皮がサクサクで美味しい。あー、うん、うん、トロトロでカラメルが濃くて、でもこのなんか中がトロトロなのにパイのサクサク感がすごいです。ヤンコさん早い、完食出ました。この紙袋と、このお店のここにキャラクターとこっちにの看板を合わせて写真を撮って、みんなインスタ映えだったり映える写真を撮るっていうのもみんな流行ってるので。香港で流行ってるんだ。いや、でもめっちゃ可愛いです。可愛い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 、いいですね。見てください、家系ラーメンありますよ。香港にもあるんだ。あ、こっちもラーメン屋さんです。はい、あちらです。めちゃくちゃ並んでる。ここのすごい大人気店です。ではお二人、はい、こう民順チェーザイミンっていう、まあ、麺のお店です。民順チェーザイミン、自分で、ここ全部メニューなんですけど、お具材を選んで、麺も選べて、スープも、一つのベースからに、そのままでもいいし、味付けをしてもいいしっていうので、もう自分好みに、悩む。確かに通りできるかも、計算するのも大変なくらいは。自分もちょっと家でラーメン作るが好きなので、どういうメニューがあるのかちょっと気になる。具材何があるんだろう。はい、こちらです。お選びください。めちゃくちゃある。中国語すごい。じゃあお二人とも大丈夫ですか？はい、決まりました。決まりました。じゃあとりあえずさゆりんご具材全部、全部具材全部で す, すごいな。ダメだ、やばい。ああ、お願いします。 Thank you。 Thank you。 今何歳なんですか？31。あれ、6個上。いつも本当サンジャポさんスタジオ出ると、はい、あのスタジオであの名前の横に31って出るの、いつもなんかヒヤッとする。自分が一番ヒヤッとする。私小1の時中1ですもん。そろそろやっぱ悩み出すんです。
いやでも私はまだ大丈夫なんですけど、ちょっとやっぱり一回ゆうこりんさんにお悩み相談はしようかなとは思ってます。たまに素で見せる表情が疲れてんのかなって思って多分そうキャラが今揺れてるんだろうな揺れてない。よきましたよ。やったー、うわー、おいしそう、めっちゃおいしそう、めっちゃ美味しそう。イカと角煮と野菜と赤いソーセージとフィッシュボールと海苔です。うん、自分粗麺にしたんですよ。おお、こういう、あ、本当だ。ちょっと平たい。おお。うん。ちょっと固めなんだ。めちゃくちゃ汁が染みてて美味しい。来ましたけど。え、お、なんか。なんてこりゃ、ゆうこさんの入れ物と全然、いやいや、私これも6種類入ってますから。すごい。いただきます。いってらっしゃい。おー、いい食べっぷり。すごい。よいしょー、気持ちいい。ホン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 、よいしょー、ホンホン。おいしい。カレー千枚だ絶対。あーうーん、千枚おいしい。コリッコリ。大根さん、あー、うん、イカだ、あー、うん、もう宝探し状態ですね。うわー、これも食べてほしい、うん、しな、これも気になる、あ、それも気になる、はい、これも気になる。ラーメン食べたんでちょっとデザート食べたいですね。デザート、はい、甘いものはやっぱり別腹、はい、わかります、うん、入ります、ね、はい、はい、こちらご覧ください。わー、めちゃくちゃ並んでる。こちらはですね、もう本当昔からある老舗のデザート屋さんなんですよ。デザート屋さん、はい、でも今でもこんなに行列なんですね。そうなんですよ、本当に、すごい量、すごい並んでる、はい、で今回、食べていただくのは、ヤスコさんは 4G ガムロ。 4G ガムロ聞いたことない。さやりんごさんは、はい、これね、もう読み方が1ミリもわからないんですけど、さつまいも。おお、あ、生姜に本当だ。すごく冷え性の方におすすめ。冷え性ですか。めっちゃ冷え性です。あ、そしてめっちゃ向いてる。食べた方がいいです。熱々のものだけ。わあ、嬉しい。ぜひ。あ、冷え性だ。デザートなのに。この香港っていうのは、うん、食で健康を保つっていうのがあるぐらい、うんうん、体にいいもの。うわ、最高ですね。頼みましょうか。お、頼みましょう。見たら全然想像がつかないです、はい、名前からは。じゃあこれを一つと、これを一つと、はい、なんか何か言ってる、なんか言ってる、なんかゴリゴリ言ってる、なんか自分の好きなんだって、なんか悩んでないのに。自分はあなたから選ばされて、あなただけ自分の好きなの食べて、一人だけアイラブ香港にはしゃいでんじゃないよ。はしゃいでますね。気づきました。2回しか来たことないくせに。どうしたんですか。うわ、やった、うわ、網戸の安定感すごいな。すごい、これは私です、すいません。え、もう生姜の香りがすごいです。すごい。いただきます、はい、いらっしゃい、お気をつけて。あ、熱そう。熱い。お、今甘い。おいしい。めっちゃ生姜が結構やっぱあのちゃんと辛い生姜なので、お芋の甘さが引き立ちます。お、女子が大好きなデザートって感じがします。見るからに体温まりそうです、うん、そうなんですよ。プニプニしたのが入ってる。いただきます。ホルミー
とあとみかんのつぶつぶが入ってて、ちょっとだけ酸味はほとんどなくて甘みがあって、このつぶつぶからちょっと苦みがありますね。めちゃめちゃ全部の相性がめっちゃいいです。いやこれ大好きかもしれない。衝撃なんですけど、ね、全然豆腐感がないんですけど、あれ本当だ、本人豆腐じゃない、液体アンニン汁だ、びっくりしてるんですけど、そうすごいじゃん1ミリも想像してなかった味が、アンニン豆腐の周りに、うんうん、あ、いるいるいる、あの汁、あの汁をこんなにかき集めたの、あれちょっと粉っぽい、衝撃の、これは、まあ、伝統的な杏仁の汁粉、杏仁豆腐は日本の中華が作り出した、そうなんだ、そうだったんだ、日本が固めた方がいいと思って固めたんだ、そうですね、ご覧ください、あちらの人だかり、おお、めちゃめちゃ持ってる、すごい、日本にもあるティム・ホーワン香港のレストランでございます。ティム・ホーワン、こちらもう一番世界で一番安いミシュラン一つ星です。ミシュラン、はい、おお、来た、うわ初めて食べる、わー、うわー、すごい見た目、おいしそう、メロンパンみたいなものにバーベキューポークが入ってる、食べたことない、そんなん、サクサクしてるんだ、割ってもいいですか、うわートロトロしてる食べちゃってください、熱そう、いただきます、一口、すごい、アストロマハイ、美味しい、中の角煮がトロトロでめちゃくちゃ美味しいです。なんだこの食べ物、持った瞬間びっくりしました、うん、うわ、そうなんですよ、もう手の感触が違う、そうなんですよ、これすごい、お二人悩みとかってあります。最近